悪獣悪中は穴に隠れ、で今度はまた別のが出てくるぞ。婚者邪気、婚者邪気ってもいいんだ、生物の正気を食らう鬼人だってよ。それもその穴に住んでいるが、福徳が薄いため福徳が薄いため火に燃え迫ってくるので互いに殺し合う。だからいい場所が一個しかないから、こうグワーってくるから、クッって、俺の穴だとかってやるわけだよ。お前こそだとかって、バシャンバシャン鬼人同士が殺し合って血を吸い肉を食らい合うんだって。こんな時でも食らい合ってるからねどうしても食わなきゃいけないんだな、クッククッって食らい合ってるっていうね。俺過去世はこういこいつだったかな、婚者邪気なんか妙に思い出す気がするこんな感じをそれで乃木常の類は早く死んで、大悪獣は競ってその肉食べまして、食べ、火事が起きてんだから食わなくてもいいだろうと思うんだけど、やっぱり濃乱しちゃってんだね。なので大悪獣、悪い悪獣はその乃木常の肉を食らってるって言うんだ。周期の煙がもうもうと家中に充満してます。このだから獣を焼く匂いだね、まあいわゆる火葬場の匂いってないけど今はね、まあ今はね、だからまあこの上髪の毛焼いたりとか、はい、あの爪を焼く匂いでしょ。それでムカデやゲジゲジや毒蛇の類は火に追われて穴から逃げ出しますが、さっきのクハンダキだな、クハンダキはこれを取って食べますってく食うことがそんなに大事なのか、こんな時に向かって出てきて、まあ、でもこうもう本能なんだろうね、火事なのに出てきたからこれ食べなきゃって感じでしょニューって。またガキたちは頭上が燃えているので飢えと暑さに苦しんで慌てて走り回っています。みじめなもんだよガキなんて、くてくねえのあの細いあれでヒーッて言ってこう飛んでるってわけだ、キャーキーキーって言ってそしてこの家屋というのはこのように恐怖に満ち、あらゆる毒害と火災等の全ての災難が集っているのでありますと。いやこれが結局今この人界だって言ってんだよ、この俺たちが住んでるこの世界なんだよって、あ、かっこして書いてあるわ、この世の層も同様であることを示していますと。この時家の主である長者は門の外に立ち寄って考え思うに、自分の子供たちは戦国遊ぶためにこの家に入ったのであって、その子供たちは幼少で何も知らない、ただ遊戯娯楽にふけっているのであると思いつき、愕然と驚き、子供たちを焼死することから救出しようと燃えている家に入りました。そして子供たちにこの家は悪鬼や毒虫がおり、火災が蔓延して多くの区がだんだんと続発して終わる時がありません。毒虫やカラスヘビや、カラスヘビって何気になっちゃうな、どんなんだよカラスヘビ、いやマムシおよびヤシャやクハンダキやノギツネや犬、クマダカやワシやフクロウ、オサムシ、オサムシって手塚治虫のこれ語源だったやつだよね。あ、そうなんですか。うん、オサムシっているいるんだよね。が飢え渇いて走り回っていて大変に恐怖すべきところである。だからこれは要は我々をその地獄に引きずり落とすいろんな煩悩とかそういうもんでしょ。あの煩悩、そういうこのなんかあれだよね。まあ、いわゆる悪に対する誘惑ですよ。こちらはこの一瞬たりともポサンとこの沢の道に引っ張ろうとしてやろうっていうね。そして、その上に、立ち回った際にそう恐怖すべきところで、その上大火に焼かれているんだと。さもなくてもそう地味猛霊がうじゃうじゃいて、まあ、殺し合ったりぐちゃぐちゃしてんのに、さらに今火がついちゃってそれが燃えてんだよと教え諭し、苦難を解き聞かせました。しかし子供たちは愚かであって、父の長者の教えを聞いても相変わらず娯楽にふけり遊戯に夢中になっておりますと。あー、ほんとこれはしみじみ感じるものがありますね。信心したての頃は全然分かんなかったね。自分が遊戯したい方だったから、信心してればもっと盛んに遊戯できると思ってたからそれが叶うと思って信じてたんだから。そうじゃない、だからまさにそれが方便なんだよ。なんとその時の信心の僕のその欲求に対しても仏様は方便を用いてそのことをちゃんと引っ張ってくれたんだね。それが叶うよ叶うよ叶うよって。でどん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 仏道修行に打ち込んでいったら、そんなことじゃなかったんだっていうことに
気がついてくるわけですよ。だからこの一生の間にさっきの三条を開いて一条っていうのはあるんだよな、我々のその信心の上に。いやーなんかありがたいね、そういうことだよな。そして、この時長者は子供たちがこんな有様だから自分は心から憂い悩むのであって、今この家は何一つ楽しむことはありません。それなのに子供たちは遊戯に端的して、まあ溺れて、まあ、老けているということですね。私の教訓を聞き入れませんと。だからこのままでは直に火で焼き殺されてしまうと思いました。そこで主樹の仮の手段を用いて子供たちを救い出そうと思って、子供たちに向かって私はいろいろな珍しい立派な乗り物を所有しています。それは羊車、鹿車、大牛車であります。その車は今門の外に置いてあります。お前たちは早く外へ 出なさい。私はお前たちのためにこの車をわざわざ作ったのでありますから、お前たちの思いのままにその車を取って遊びなさいと申しました。子供たちはこの車のことを聞いて即座に外へ走り出ましたので、広場に出てようやくこの恐ろしい苦しみから逃れることができたのであります。父の長者は子供たちが燃える家から逃れ出て広場にいるのを見て、自分の席に安心して座し、自分から喜んで、私は今こそ愉快でありますと。この子供たちの養育は大変に難しいのであります。愚鈍で何にも知らずこの危険な家に入っており、しかもその中には多くの毒虫や化け物がおって化け物がいるんだよ、化け物。恐ろしいところなのに大火が一面に猛然と起こったのでありますが、子供たちは遊戯に熱中しておりました。私はこの子供たちを救出して災難から脱出せしめました。人々よ、このために私は今こそ愉快であると申します。その時子供たちは父の長者が自分の席に安心して座っておられるのを見て、皆父の前に行って申しますには、どうか私どもに三種の立派な車を与えてください。先ほど家の中で父が私どもに子供たちを外へ出よ、三者をお前たちにやりましょうと申されたが、今まさしく外へ出ておりますから、三者をお与えくださる好機であります。どうか与えてください。この長者は非常な大富豪であり、たくさんの車庫や宝蔵があり、金銀車庫あ瑠璃金銀瑠璃車庫目の等の尻尾を用いて多くの大車大きな車を作り、荘厳にしかも美しく、周囲に欄干を設け、四方に鈴をかけ、金の縄で結び、真珠の薄い網をその上に張り、金レンゲの洋楽をあちこちに垂れ下げ、さまざまな色の布を周囲に巡らし、柔軟の絹や綿で、布団を作り、最上の千億金もする細かい純白の清潔な毛布をその上にかぶせてあります。肥えた太った力の強い立派な体型をした大白、大、まあ、白牛でこの宝車宝の車を引かせます。大勢の従者がこの車を護衛しています。この立派な車を平等に子どもたちに与えました。子どもたちはこの宝車を得て大いに釉薬歓迎して、この宝車で四方を走り回り乗り回し、愉快に自由自在に遊び回りました。お釈迦様が舎利仏に申されますに、私も長者のごとくであります。多くの尊い商人の中での最も尊いもので、世間の人の父であります。世間のすべての人々は皆私の子供であり、子供たちであります。その子供たちは世間の眼前の楽しみにのみ執着して、この楽しみの奥を見極める知識はありません。この世の中はあたかも火事になっている家のごとく少しも安楽ではありません。主樹の苦が満ちていて非常に恐るべき状態であります。常に生老病死の4つの苦痛が継続してとどまることがありません。しかし仏様はこの世界の苦しみから悟り入れ、平然と火事の家から離れた野原のごとき苦のない平穏な世界に安居しておられます。今この世の中は全て私の所有物であり、この世の中の人々は皆私の子供であります。しかし現在この世の中は主樹な右脳をすべき事柄がありますが、ただ私一人がだけがこの子供たちを救済するのであります。私が主樹と教え悟しても子供たちは自分たちの五感の欲に頓着しているために私の教訓を信じ受けようとはいたしません。これなんか本当そうだよね。結局そのストイックな修行だって普通思うわけですよ。仏像修行信じしてみないと、いやあんなもん買ったりしめんどくさいし時間ないしって、結局そこで何を優先するかって言ったら
自分の映画見に行ったりとか、友達とお茶したりとか、コンパしたりとか、そんなことを優先してるわけじゃないですか。そっちを優先して仏道修行をしようとしない。そこは全くここだよね。自分の五感の欲に執着、頓着して、その仏の教訓っていうもの、そんなことやってたら本当に実は虚しい人生になるんだよっていうこの教訓を聞こうとしないし、ましていわんややろうともしない、信じようともしない。でそこでやむを得ず仮の手段を用いて三条の経を説き、子供たちにこの世の中の苦を教え知らして、この世の中の苦から失離することを示し教えたものであります。どの辺ここは繰り返し、これも怖いですね。まあでもここのね、でありますと、まあここにしときますかね。まあこのように繰り返し繰り返し、その仏様がその我々をこの苦海から、苦海と思っちゃいないとか、また始末に悪いってとこですよ。まあ、仏様は苦海と思ってらっしゃる、知った方にとってはそう見える、でも知らない者にとってはそれを苦と思っていない、感じれないっていうね。だからまあ我々もこれはやっぱりそこに怖じず恐れず、それからまあ産まず絶えまず、やっぱ言っていくことなんだよね。言って相手に、相手が一回で理解できなきゃ、それでまあまた時を置いてさ、その間にまた何か起こるかもしれないよね。今日行った時は本当に何にも私全然困ってないもんって言われても、次に言う3ヶ月の間には何か思いもよらないことが、生老病死とか、さっき言った愛別離苦とか、その愛するものと分からなきゃいけない苦しみ、あるいは憎らしいものと顔を突き合わせなきゃいけない苦しみとか、求めても求めても物が得られないとか、そういう、あとさっきのご恩ジョークだな、そのなんかこう色樹創業式が盛んなが故に起きてくる苦しみとか、そういうものに何か出くわしたらすれば、3ヶ月後にはまた真剣に話を聞いてくれるタイミングがあるかもしれない。だから一人の人も何もこう立て続けにわーっと追っかけなくてもいいけども、要はこうぐるーっと回ってくる、またポンと話す、またまた、あ、分かった、じゃあまたねって言って、自分もまたチラシ配りとかね、いろんなそういう相手がいなくてもできる修行っていうのがあるじゃないですか、釈迦仏教は。でそうやってこう徳を積んできちゃまた会うと、そんな風にして、まあこれはこの三害は安きことなしと、このね三者固くの、例えというものはあんまり今までここまで真剣に僕も読んだことなかったけども、しみじみやっぱりこの仏の知恵を持って、やっぱりこの忍戒というかな、六道輪廻というものの、このあまりのこの虚しさどころか、そのもうむちゃくちゃの世界だよね。その徳虫だの、徳間虫だの、ヤシャだの、クハンだのがギャーギャー言ってワイワイって、ここでこのもうつかみくらってるわけですよ。まあそういう苦海からね、なんとか大勢の人を救い出すのための、まあ私たちは何か不思議な因縁と使命を持ってこの世に、まあ一命先達っていうことを、恐ろしい、それほどなんですかな、思い上がっちゃいけませんけどね、まあ、しかし一般のこの、本味羽前の書状の中にやっぱり深く十の菩薩の眷属として何かのやっぱ使命を持ってね、生まれてきてることは間違いないと思うんです。ということで一つまた、それぞれの随力苦痛で、その人に向かって語れる相手がいればそれはそれでよし、ね、チラシを配るのはまたよしと、それから通行人に手渡すのもまたよしと、あるいは強制にぶっ飛び込む、突っ込んでいくのもよし、邪衆の寺に飛び込むのもよし。